食七チャンネル、毎週火曜日は植物園からの情報をお届けしております。今回は兵庫県立フラワーセンターの第3回目ということで、ゲスニリア室をこれからご紹介いたします。はい、こちらゲスネリア室なんですけれども、ゲスネリアって言われて皆さんお分かりになりますか？ゲスネリアっていうのはイワタバコ科植物の、総称で、ゴマのハグサ科とかオオバコ科に近い、植物で、世界で約3000種類ぐらい、あります。で、ゲスネリアっていうイワタバコ科の植物ってあまり日本でも収集されてなくて、フラワーセンターではこのゲスネリア室っていうのがあるんですけど、専用の温室があるんですけれども、これって日本でここしかな、このフラワーセンターしかなくてですね、なかなかこれだけ一堂にイワタバコ科植物ゲスネリアを見れる部屋っていうのはなかなかないんで、その魅力を伝えていきますね。はい、まず最初にですね、この壁にかかってあるこれらの花なんですけれども、コルムネアっていう、ゲスネリアです。コルムネアはですね、熱帯の、アメリカ、そういったところに生えているものなんですけれども、こういうふうに垂れ下がってますよね。下に垂れ下がるものとか横に這うものとかいろいろあるんですけれども、もともと木にひっついてるんですね。木にひっついて高い木の上からこうたらーっとこう横に伸ばすとか垂れ下がるっていう、そういうような特徴があります。で、花がですね、これ何かの形に見えませんか？いろいろ皆さんいろいろ言われるんですけど、なんかエビみたいな形かなとかっていうふうに言われるんですけども、非常に変わった花の形をしたものがたくさん蜜につけるっていう、ちょっとエキゾチックな花かなと思います。続きまして、これがね、実は非常にレアな植物なんですけれども、スミシアンサのラウイっていう種類なんです。で、スミシアンサっていうのはフラワーセンターでも、ちょうどクリスマスの時期にポインセチアと一緒に展示会をしている、冬の花なんですけれども、スミシアンサそのものっていうのは、メキシコ原産の、花なんですけれども、このラウイっていう種類はちょうど、スミシアンサの中でも奥手の品種で、ちょうどこの春ぐらいに咲くっていう、非常にね、ラベンダー色の花をつけて花の茎が上に伸びてきてベル状の花を咲かせるという、まあジギタリスみたいな感じの花を印象を受けますけれども、非常に美しい花かなと思います。スミシアンサの特徴なんですけれども、この土の下に球根ができます。球根といってもチューリップみたいなああいう球根じゃなくって、もうはっきり言うと芋虫みたいな球根です。また育て方とかですね、また別の機会で、ご紹介しますので、その時に、ね、またお見せしたいなと思います。スミシアンサ、覚えてくださいね。ずっとねこう回ってこう見ていきますけれども、大きなオレンジ色のトンネルがあるんですけれどもね、オレンジ色のトンネルをこう通っていきますとですね、こちらにちらほらが見えるんですけれども、なんかオレンジ色のこんな可愛い花が咲いてます。ネマタンサスっていう花なんです。別名ですね、先ほどのコルムネアがエビだとすると、これはなんとなく金魚に見えませんか？別名金魚の木っていうふうに言われてます。これも、ブラジル産の熱帯植物なんですけれども、ちょうどこの冬から春にかけてですね、可愛い花をたくさんつけます。そういうような植物がですねこう回ってます。で、イワタボッカの植物の特徴っていうのは、どちらかというと割と日陰であったり、あと岩場にこうひっついてたりとか、木の上にひっついてたりとか、そういうようなところにあるんですけれども、ちょっとこれ見てください。
こちらまあこういうふうな岩場にこうあるんですけれども、ヘンケリアっていう花なんですけれども、昔で言うとあのキリタっていう仲間の植物なんですけれども、これはあのベトナム、東南アジア原産の花です。ラッパ状っていうんですかね、そういうような花を咲かせるんですけれども、あの岩タバコ科の植物って割とその先ほどのスミシアンサと同じでラベンダー色、紫系の花っていうのが割と多いんですね。で今通ってきましたこのオレンジ色のトンネルっていうのが、ちょうどその紫色の花をこう一緒に入れたらあの非常に映えるんじゃないかっていうことで、こういうオレンジ色にしてるんですけれども、まあこういうような花ですねっていうのがあります。オレンジ色のトンネルを通りますとですね、今ちょうどここにあります、これも実は金魚の木と同じ仲間のネマタンサスっていう種類なんですけれども、フルミネンシスっていう種類、これ原種なんですけれども、まああの黄色い花がこう、これもまああの木の上にこういうのが形でひっついてて、横に張ってこの木の枝の下からこう出てますよね、花がいっぱい、ですので高い木の上にこうひっついてて、こう下から、鳥が飛んできてっていうようなね、そういうようなことで葉っぱの下からこう花が咲いているっていう、あのそういうような特徴があります。一通りちょっとあのゲスネリアの種類をね見ていただいたんですけども、こちらに最後にありますけども、こちらの方なんですけども、こちらはあのシンニンギアっていう仲間で、これはあの主に、ブラジルが多いです。南米の植物なんですけれども、色鮮やかなねオレンジ色のとか赤 の花をつけてます。こちらの方がですね、レウコトリっていう種類で、別名断崖の女王なんていう名前がついてますけども、特にまああのこちらの方なんかは鉢花で売られていることが多いですね。でシニギアの特徴としましては、あの、シクラメンのようなねこんな大きな球根ができるんですけれども、岩タバコ科の植物の魅力っていうのは、このシニギアのように多肉植物で扱われるもの、あと観葉植物で扱われるもの、あと岩タバコのような、日本産のものは山野草で扱われますし、スミシアンサは球根植物で扱われます。まあいろんなその園芸のそのジャンルの中のに必ず岩タバコ科の植物っていうのがこう出てくることが多くてですね、まああのそういうあの幅広いあの多様なあの花や形、そういったものが一つの魅力であること、それとゲスネリアは一般にあの室内で育てることが多くて、これハウスプランツっていう言い方するんですけれども、世界でいう と、北欧のスウェーデンであったりとか、北米のカナダとか、あとイギリスとか、そういったところがすごく盛んなんですけども、ちょっと寒くてガーデニングがちょっと難しいかな、お家で園芸を楽しもうかなっていう人、そういう方は、にはおすすめな植物なのかな。ちょっとコロナでねおうち時間が増えてることもあろうかと思いますけれども、こういったね、岩タバコ科の植物、ちょっとトライしてみるっていうのも、面白いのかなっていうふうに思いますね。